とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー20周やっていきましょう。今シーズン早めに一つぐらいね、いいのが欲しいところです。では、20周頑張っていきましょう。まずは一発目。黄金さん出てるよ。お、あー、3だけども、これか。こっちもこれかい。出だし悪いなぁ。2発目。お、いいよ。いや、でも、また ?2 回続けて、これなかなかだね。まあ、骨コンボ、良ければいい。頼む!良くない。良くないよ。なぜこれに限って、あ、まあまあ、これもだけどね。黄金さんが出やすくなかったかい?なぜ武器でそういういじめをしてくれる?どうだ?よくないね。クールダウンショットのみ。よくない。よろしくない。あー、ポーション、出た、ポーションバリアの無防も出てるね。クールダウンだったらば、よかった。だけども、でも、重力パルスか。無謀で敵が寄ってくるのはなかなか厳しいよ。来い!もう中途半端なやつはいらないよ。あー、リフレッシュがない。一番左にリフレッシュがあれば、まあ使えたんだけどね。次。いやー、よくない。これ無限ダイナもできると思いきやできないんだよな。貫通が3回に1回なんでね。オーバーチャージはついてて、火力は出るけども、いらない、次ドラー。まあまあまあ、無謀もつくけど、クールダウンもつく。こっちも無謀がつく。やっぱり無謀はつきやすい。ツタの鞭。お、重力リフレッシュ。いやー、真ん中と右が良くないな。まあ、いや、火力を出したいんだ。ツタの鞭はね。これじゃない。次はどうでしょうか。反逆者あるよ。黄金さん出やすい。どう?なんで?なんでだよ。一番いらない黄金がついてる。ダメか。もう、なんで255が来るの?ああ、真ん中が良くないな。真ん中がダイナモだったら使ってみたかった。うん。今日もリフレッシュ、ダイナモ痛み。ダイナモ痛みってね、二つつくとね、かなりの破壊力になるんだよな。惜しい。はい。良くない。なぜ?これもダメ。どうすか。ダメ。無謀2。ダメ。ソウルフォーカス。10回目です、これが。どう?下はね、いい。下はいいのよ。黄金のね、弱体化がね、ダメだな。ソウルフォーカス。なんか調子悪いよ。後半戦では頼むよ。ここで締め具が来た。うん。で、やっぱり防具には、無謀がつく。なぜだろう。どう?いやー、よくないなー。よくない。凶暴化ついてもね。はい、旋風もいりません。次はどうだ?いや、もうこれダメだ。いらない。そろそろ。何か欲しいけども。ダメ。いまいち。ダメだ。お、久しぶり来た。久しぶりに勇者が出たね、英雄。まずこっちはいまいちだね。攻撃スキルが少なすぎる。どう?ヘルスシナジーだけか。黄金は?ダメ。全然ダメ。重力、輝きぐらいか。
いまいち。次は、バーストゲイル、いや名もついてないな。リゾルト、重力、虚無、あ、これ使える。これいいね。リゾルトの重力、虚無、ダイナモ、リフレッシュ。これは使える。結構強いやつだと思う。間違いない。ゲットです。ラスト3回。よくない。こっちも毒1か。炎1。あと2回でーす。ラス2。あー、ダメ。輝きの使い方だったらいけるかな。輝き、クリティカル、重力、虚無。でも果たして強いかって言ったら強くないんだろうな。こっちも良くない。微妙です。あと一回、いきます。ラスト良くない。二つ同じくらい。まあみんな同じようなもんだけどさ。良くないね。全部黄金はまあ、ぼちぼちのやつだけど、そうね、ダイナもついたところでって感じだよね。いや、微妙です。はい。まあ、とりあえず今日は1個武器が出たので、まあまあ、よしとしましょう。ほぼほぼね、出ないんで、今日はまあ、良かったとします。ということで、20周でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。